ヤバタニの裏面。はい、こんにちは、スレトルトとも、なんだなんか言ってますね。ヤバタニの裏面。ということで、ヤバタニエンシリーズの4作目が発売されたので、やっていきたいと思います。今何時だみたいなこと言いますね。三つ時だみたいな。可愛い,い歌がね、えー、流れてパワーアップしてますが、ゲーム内容はとても可愛いとは言い難いゲームでございますね。とてもヤバタニエンな脱出ゲームで、 サンドキだ。だ <laughs> ちょっとね、えー、説明しにくいので始めちゃいましょうか。えー、本製品は前作ヤバタニエンの舞台を悪回収したバージョンです。もうだいぶ悪回収してそうですね。とにかく極悪にしたってことだよな。えー、これ、先ほども言いましたが4作目なんですね。ヤバタニエン、メツヤバタニエン、ヤバタニエンさんとかいろいろ出てきている中の4つ目なんだけども、1作目のヤバタニエンを 完全ね、リメイク。は悪回収したものらしいです。前作よりも難易度が高めに設定されています。まあ、ヤバタニエンドというゲームをね、えー、まず語る上では難易度の高さ。ね、もう10人に1人もクリアできないんじゃないかな。20人に1人がようやくバッドエンドにたどり着ける。100人に1人がようやくハッピーエンドにたどり着ける。みたいなぐらいの極悪難易度になってます。 屋敷内に囚われた人物をなるべくたくさん救出して脱出してください。ここに女の子8人いるんですけど、この8人がね、この屋敷内で全員死にかけてます。もう数分後には死ぬような状況で、えー、置かれておりますので、できるだけ多く救出することが目的です。しかしこの女の子8人全員極悪人なのがね、えー、このゲームの肝というか、助ける価値はあるのだろうかっていうね、そこもプレイヤーに訴えかけているところですね。 怪しいものをまあ使った、え、アイテムをタップしたりとか。そこは脱出ゲームと同じ。で、アイテムの使用はスロットを選択した状態で対象タップ。ここだね。間違ったアイテムを使用しても何も起こりません。はい。アイテムの所持は4つまで。一部のアイテムは元の場所に置くことができます。これ4つが難しいんだよな4つ持った状態だと新しいアイテム拾えないので置きに行かなきゃいけないんだよね。その置きに行く時間がもったいなかったりする。 移動や特定の行動でステップが増加します。これヤバタニエンのゲームの特徴の2つ目がこのステップですね。まあ時間だよね。まあ移動したりとかアイテムを使ったりとか何らかの行動をするとステップ数がどんどん増えていくと。で、ステップ数がどんどん増えれば増えるほどこの女の子たちが死に近づいていくと。ステップが増加することで事象に変化が生じます。もう良くない変化が基本的に起こると思ってください。 ステップを押すと10ステップ巻き戻すことができます。まった機能だね。アイテムや設備、人物の情報を閲覧できます。これがなんか追加されたらしくて、まあなんか、ヤバタニエンってストーリーとか、この子たち結局何だったのっていうのがかなり難しいんだよね。わかりにくいというか、結構ぼかされてるんだけど、よくよくしっかり読むと分かったりするんだけどね。そういうのがちょっとわかりやすくなってるっていうのはありがたいな。 はい、セーブロードできますと。あなたの行動次第でエンディングは分岐しますって書いてありますけども、そもそもエンディングにたどり着けるのが相当奇跡なので、まあおそらく今回は、えー、まあ下調べ、下見になりますね。ええー、動画においては。とにかくこの女の子たちを殺しまくって、どんな結末でもいいからタイトル画面に戻ることを目標とします。今回はそれぐらいしかできません。絶対にもう、 グッと全員を救うとか、もう無理。もう、とにかくメモって、とにかく、ね、今からこう、一個でも結末を迎えた後に、ちょっともう調べて調べて、もう、ここはこうなんだなって調べて、メモりまくって予約できるので、まあ、結末迎えたいけどね。屋上からスタートなんでね、1は入り口からスタートだったけど、R って書いてある、ここにヘリコプターが来るっていうエンディングも、1にはあったはずだけど、はい。なんだ、あ、なんか光った。これ何 発電機。1エネルギーを利用した原始的な発電機。重し一つで 100kW。ステップの発電が可能。ステップ。なんか謎の単位だな。まあ、重しを乗せるんだね。ここに重し、んここに重しを乗せるってことは、重しを拾ってこなきゃいけないと。で、ここになんか電気があるから、発電できたらなんか使えんのかなここから誰かが落ちたりします。このゲームは。そういうゲームです。じゃあ、とりあえず移動しましょう。 これステップ5あるじゃん。右に行って何もできなかったわけじゃん。だから5ステップ分なんなら損してるんだよね。だから5ステップ分損したから、誰か死ぬ可能性もあったりします。何も入ってない。おなんだっけカコちゃんとかそんな名前だっけ結構ヤバタニエンシリーズには、ものすごくで、出てくる、なんか食欲がすごい子だよね、確か。なんだこれ。 こういうの押さない方がいいかもな。なんか、押して何が起こるか確かめたいっていのはあるんだけど、押さない方が幸せなことも、まああるはあるんで。もう押してみる何が起こるのかな何が起こるあ、なんか来たぞ誰か女の子が来てこっち見たぞカコちゃんが大丈夫かこの子がこの子で、この子がこの子かな大丈夫かな 右に押した瞬間誰か叫び声とか聞こえない死んだー <laughs> これやっただけで死ぬんだよ。やっちまったな、ね。ああ、かこちゃんだね、やっぱ。ええー、っこ、救出する。やっちまったなーじゃねえのよ、お前。ああ、一人救えましたね。あここであ見れる。ゾンビマシーン。はいはい。 ファーマーが開発した薬品ヒルマオキシン235を散布することで死滅した細胞を活性化させることのできる治療器具すでに薬剤は切れているうんちょっと難しいことが書いてあるな死んじゃったなここがゾンビマシンだったわけだねだからもしもカコちゃんがいなかったとしてもここに何だろうここにいることによってゾンビ化してしまった可能性はあるみたいなことだからまあ2個死亡フラがあったな飢えた少女 哺乳類、魚類、鳥類、昆虫を見境なく捕食する。我を失った少女。爬虫類とかは大丈夫なんだね。あワニとか空王とかないんだ。そういうの。恐竜とかね。そういうのは別にいらないんだ。で、救ったからかな。過去あずみ。A、過去って書いてあるから、あずみちゃんなんだな。遠い祖先の行いがきっかけで、幾万もの食欲が同化し、極度の飢餓状態にある。 そこをも手癖も悪い。うん。とにかく良くない子です。救っ、俺が今救った子は人を殺した子ですからね。しかも手癖が悪い。なるほどね。この子はもう、じゃあ、血筋的にゾンビじゃないけど、なんか食人鬼みたいな感じなんだ。じゃあ、ロードしますね。えっ、ー、と、これでいいのかなこれをロードと。じゃあ、ここは押しちゃダメだ。OK。わかりました。 まあ今の死んでもよかったっちゃよかったんだけどまあまだ一応救えるから下見ですけどもんなんだこれあいたあー赤い鍵赤色の鍵まあ一応取ろうかわかんないけどで縄ばしご確かにワンにはあったんだけど仕掛けが全然違うねえ誰だ何なんだよか言ってるもう何なんだよっつってる花は取れないね エレベーターだよね、これ多分。エレベーターに閉じ込められてるから、エレベーター動かしたら死ぬんじゃないか疑惑がありますね。なんだお前。助けてもらう立場の人間が、早く開けなさいよって、もうツンデレ流行ってないからなお前。もうツンデレは流行ってないんですよ。あ、この子。この子あれだよね。あの、さっき死んじゃった子だよね。セーブして、これあらー簡単に救えるじゃない。 もたもたしないでなんか、お前、てめえなんつった違うでしょレトルトさん、ありがとうございます。あなたの優しさは五蔵六分に染み渡りますでしょスンデレしかいないなぁ。てか、てか、出れてねえな。ツンだな。嫌な奴だな、全員。今んとこ全員嫌な奴なんだけど、三人見ましたけど。救うか。まあ、無傷で救えた分にはいいか。で、手に入れたアイテムは、情報はない赤色の鍵。 縄を結んで、作った簡易なな十分な耐久性を持つでこの子は、吾妻のり子。大手製薬メーカー、吾妻ファーマーの代表。幼少の頃、事故に遭った両親を正常動作させるため、日夜研究に勤しんでいる。これなんか、この子も出てるの見たなぁ、なんか。どれだっけこのゾンビマシン、吾妻ファーマー。このゾンビマシンを開発した子が、そこに入っていたってことなんだなぁ。 謎だね。閉めて開けるだけか。はい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 。まあ、一人救えたから、よしとしますか。じゃあ、下。こっちは開いてない。これは動かせない。左。うわぁ。はい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 。なるほどね。えー、っと、まあ、ここに鍵をはめれば助けられるんだろうけど、 ここ押すと <laughs> なるほどなるほど。ギョベーってなりましたね。なるほどね。うん。この子、まだ生きてんな。死んでないな。あーってバツってつくからさ。まだ死んでないんだね。はいはいはい。おお、挟まってる。あっ。この子の血がここに行ってますね。ここに何かすることによって何か助かったりするかもしれん。なんだこいつ 脳が溶けてやがる。<ひ>喪失が近い。いや、もう喪失してるよ、こいつ。<ひ>これなんかできそう。あ、これメモった方がいいな。不比。不比。不比。不じゃないのよ。不比比サーセンしか続かないのよ、その後は。もう古いのよ、それも。あー、どうしようかな。赤い鍵別のとこに使えたりとかもあるかもしれんのだが、まあ、スクエリのうち救っちゃいましょうか。おい。まずは、 お礼だぞ。レトルトさんありがとうございます。あなたのゲーム実況は最高です。チャンネル登録しますでしょ言うな言えるなお前。うわぁ、騙されてる。何どういうことなんか思ってんのとも違う。えうわぁ、騙されてる。うわぁ、騙されてるって、これ誰が騙されてんの孫さん。ねえソン孫。ソン悟空。ソーンお前、誰が騙されて俺が騙されてんのかちょっとソンの情報知りたいなリーゼ・ソン。この子は見たことない。 突如、アガツマファームに湧いたシアンの姉。誰だよアガツマファーマーは、ちょっとわかるけど、シアンも知らんし、なんで湧いたんだ妹よりは落ち着いているが、炭水化物が不足すると、激しい感触を起こす <laughs>。お腹すくと感触を起こす系の子なんだね。リーゼ・ソンちゃん。妹がいるんだね。なんちゃらソン。悟空だったらどうしよう。ソン。悟空・ソンだったらどうしようね。ソン。 もう損はもう悟空と正義しか知らんからなぁ。チェーンカッターね。これ、こういうアイテムはものすごくこのゲームには出てきますね。チェーンカッターとか。まあ、おなじみだなぁ。乗っていいのかなぁ。なんか一人いたんだけどね。今3階かな ?2 階。おでも誰も死ななかったな乗ったら死ぬとこありそうだけど。これ、チェーンカッターで切れるよね。おっ 映写機。でも何か多分ね、ここに何か挟んだりして、スイッチを押すと映るとか、そういうのがあったりすると思うんだけど、で、ここに電気が伸びてるから、多分屋上になんかおもし乗せたらこれ使えるようになるとかだと思う。で、何かを引っ張ってますね。何を引っ張ってるかわかんないけど、どうせ下で誰かが死にかけてはいるんだろうな。お、これ使えるんじゃない よし回収はできない。電話ある。なんか寝てる子に電話起こすみたいなのあったな、ワンで。違うのかな誰も出ませんね。あうんー、なんかあったな。かたくと立ててる。ここに何かをさすと、これ開けられるね。おお。この子、悪い子。確か。 確か悪い子だった気がする。これ繋がれてるやつだな。この下に何かあって、電力を動かすことによって、これでなんか助けるとかがあんのかなぁ。わ、まあ、かんないから一個切ってみようか。こっち切れないんだ。このチェーン、こっち切れたらこっちもね、こんなね、ロープぐらい切れるだろうって思いますけど、お前なんか言えよお前。ちょっと、このなんか口がね、このなんか上に上がってんだよなぁ。 何か悪いこと私考えてまっせって顔してんのよ。じゃあ一回セーブ挟みますか。大丈夫かな。情報、こういう情報大事よ。え、映写機、スピーカー内蔵、ウィンチ、固定式の巻き上げ機、さっきのあれだな、ロープのやつだな。え、電話線を接続し、え、内に固定設置しておくタイプの電話機、内線にも対応。誰かに、で、 石灰マシーン。石 <laughs> 灰マシーン。これ、治療機なのこれ。明らかに殺してたけどな。えー、縫合機能は搭載していない。回転液だわ。柏木整骨製。柏木ってキャラクターも出てきたりするんだろうな。<noise> 鎖やボルトを切断するための工具。特殊な金属やロープには使用できない。なんでロープ切れないんだって話だけどな。なるほど。今一階だよな。こっから外に出れたはずなんだけど、出れないね。 なんかあるなぁ。ここを壊すとかはありそう。で、ここにはめる何かがあって、まあ、これでしょうね。で、こっち行ける。あ行けない。はめたらいけんのかなぁ。はめたらなんか階層が変わったりとかあったの、前。動いてんねー何かが変わって誰か死ぬかも。これもなくなってる。外に出れましたね右。ここはいけるなんだあツつるはし。 ピカクスなんだそれ <laughs> なんだピカクスってシャンクスしか知らないけど、ピカクス。これ何ピカクスってハシしか知らない。南蛇紋石の採掘に使われる道具。小ぶりなため壁を壊すほどの力を伝えることはできない。なんか壁壊すのかなと思ったけど違いそうですね。なんだこれひび割れた花瓶持っていこう。ここに花を2個。ひび割れた花瓶に花いけて、 えー、戻ってくればなんかあるかもしれませんって感じだなこれはなおもみなんだなおもみって知らんワード多いな水分がなくなりカラカラに乾燥したなおもみのトゲは人肌など容易に貫通する狂気になる狂気になるの本当にあんのかなタン,ダンタンブルウィードとは別ねカラ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 のね砂漠に。 砂漠というか荒野に転がったやつ。高級な牡蠣館の主人が愛人から巻き上げたアブグゼニで高級した贅沢品。ここ、これね、この 1, 1作目は館の主人と、まあ、を取り巻く復讐とかの話だったりした気がするんだけど、他にも変わってたりするかな。何か変わったかどうかはちょっと見ていきたい。うん。 相変わらずに昼に笑っていらっしゃいますね。んー、はしごで上がってみよう。んー、どうだろうなーいいのかなーあ、れも、あれ持ってないか。あれを落としてもいいのかもしれんな。あ、あ、どうしたやったー救えたーえなんか救えた。これってあれなのかなエレベーター、この上の上の階ぐらいにいて、 ぴょんぴょんして,てる。かわいい、それは。ただ言ったことはかわいくなかったなぁ。ぴょんぴょんぴょんしてて、ここが割れたから、そっか、はしごを使って登ったから、このエレベーターを使って登ったら、どんどんこのエレベーターの上に乗ってるから、上に行くから一生助けられないんだ。ただ1階に止まってる状態で、このはしごで戻ってきたことによって、このヤガミちゃんを救えると。早く助けろっちゅう。の違いますね。早く助けろっちゅうのじゃないですね。あなたパジャマ着て。違いますでしょ お礼をして、頭をこう、ね、こう、三つ、三つ指立てて、あなたのこのゴンは一生忘れません。レトルトさんでしょ一生追っていきますでしょ言えるか早く助けろっちゅうの。やんでレしかいない。ツンデレやんでレしかいない。3人救ったでも。まあ、あ情報を知れるからね。や神京子アイドルグループの若手人気ナンバーワン。すごっアイドルグループ、どのアイドルグループかによるかもしれないけど、 ねえこれが乃木坂とかだったらとんでもない子救ったよこれ先輩に憧れて芸能界入りしたが人気が上がるにつれ悪質なファンからの嫌がらせが増え精神を病むちょっとかわいそうな子だったんだな早く助けろっつーのとかそういうこと言うからよくないんだよやだなこの並びこの並びここの並び嫌だなはいはいはい他に新しいのはないかまあでも3人救っただけすごいよ今日もうこれで終わってもいいレベルでの成果ですこれ こんななとは思ってなかってかたまあそもそも罪とかもこのゲームあるからねどの状態にもクリアできるわけじゃないんですよクリアっていうか結末を迎えられるわけじゃなくてダメだな階層変わったことによってなんかないかなとか思ったけどこれはロープをなんかしなきゃいけないかな1一回降りてまあちょっともうちょっと変わったかどうかだけ見に行こう3回 こここれ、花瓶置けそうじゃないここ血流れたんだよな。血流すことによってこの花瓶から花が生えるみたいな。そういう可能性もあるけども。まあでも置けるとこ置けんのはいい。ここどうやったら開くんだろうな。ここの右側行ってみたいな。うん。ここの右側に行くためにはうん。 何か方法はないのかなぁ重しもないもんね。積んだわ。<laughs> 皆さん、積みました。なんか食べ物的なものを置けば、この子は自動で、自分でこれを抜くから、なんだ、冷蔵庫の中に血がついてたから、そこになんか、ね、ものすごい生,生肉みたいなのが入ってて、それを使うことによって救えるとか。 あったりするかもしれんわかんないけどちょっとチェーンを持ってこなきゃダメかなーこれうーん下だないやむずいまあ分かってたこととはいえめちゃんこむずいねこれ戻らないんだこれ変えたことによってあっち側いたりせんかなそういうの多いのよ だから、4回無理だ。2回行って、こっち、違うなぁ。えー、っと、4回行って、ここ、おし、こっち空いてる。そういうこと、そういうこと。俺が痛かったの、そういうこと。布団、高級マットレス。誰かを、誰か救うんだろうな、これ。誰か落ちるところの下に置くみたいな。 なんか置くとこあんな。青色の角砂糖をどっかで拾えるかも。ああ、でもなんか今すぐ何かを改善できるとか進めるようなアイテムではないな。低反発素材がふんだんに使用されたマットです。あらゆる衝撃を吸収する。なるほど。だから <laughs> だからって感じだな。うん。これは、ここれは回ってくるしかない。 ちょっとこれはいよいよ1回1回行って1回じゃないか B1 回行って上行ってどっかここあ置けたここからうち上になんかあのなんだっけ階段みたいになのあったじゃんその屋上の右上にそっらへんから落ちてくる場所がここだと思ったんだけどここに置けると。 うん、ここはまだダメなので一応なんとなくこう,いうこういうアイテムにしといた方がなんかね気づきがあるかもしれないじゃあこれちょっとこれ回収するかこっちは行けなくなるんだよな中の階層あこれやってみるかダメだねこれうーん3回この子さこれで叩き起こせないかな違うか あすまんすまん。ふひ,ふひ。ふひひ。ふひひ。ふひひ。うん。三人救ったのはいいがって感じだな。これやるか。なにあ灯籠白。そっちの色じゃないんだよな。俺が今欲しいのは。シャンデリアの色彩調整につくなう半透明の小箱。どっかあったっけあ何なにこれ。違う。 んなに何今のんえっとこうしていろいろ違うなあ。あどうつられてんだえ違うなあ,あ,あ。今なんかあったなあ。あれを取る方法これ。 で今これ呼び出しちゃうとダメだから、3階にある状態にしなきゃいけないってことかな。3階から2階に戻る方法がわからんから、ここもなんか流れて、あ、あ、これだここだもう取れないってことはここでいいんだ。うーん。だから、<laughs> でって感じがすごいな。で、何 うんチェーンカッターでできることはやりましたかねあのってことはあの白いのが重しでもなかったのか重し説もちょっと俺の中であったんだけど3回ここから穴の中から取りたいんだけどここで開けたらこっち閉まっちゃうでしょへ、えー積んだ。 バッドエンドにも行けねえよんなにこれあグレースモンゴメリー あ,あ、館の主、このさっきの人ですよ。あの、なんか愛人がつって。この人が、ワンのメインのキャラクターなんだけど、なんかゾンビ化したりとか、いろいろあったはずなんだけど、館の主、未亡人。屋敷を訪れた多くの男性は、彼女の手厚いもてなしを受けるが、5体満足で帰宅できたものはごくわずかだった。な <laughs> んからこの人、かわいそうなね、印象があるんだけど、この人自身も割とクソっていうね、登場人物全員クソなんですよね。 あ、なんでこの人追加されたんなんでだろうえ、どっかいた見過ごしたこのエレベーターにいたのがそいつなのかなそういうことかなこ、これええいつ追加されたんだよお、なにこれあー、なるほど あの上の階の、あの、食欲女の子のところに、あの、何も乗ってないけど、人はいないけど助けてるからね、この子。上にやったんだよ、なんとなく。え、窓開閉ハンドルなんですか、それ。これめっちゃ進みそうじゃない安全上のご注意。強風時の窓の開閉。あーっと、窓は、なんとなくだけど、ここじゃない 開けろやったーおー別のとこ行ったーこんな仕掛け、あーやったーこれは何なんですかあ、あれ追加されない。なぜで、こう下に行くのはなんかロックされてして、まあ、これ取ります。上にも行けない。はぁ、あ。どこにも行けねえじゃん。 待ってここ白3つ光ってて、ここ青3つ光ってるから、両方できれば、両方はめ込めればいけるってことか。ここの下だったよな、確か。ってことは、こうして、4回いって、ここに入れると。いや、難しいな。で、これでさっき。 のとこに戻ればここだこの階じゃあ3階に行ってでここ戻ればよっしゃとりあえず下には行けるなったよしよし進んでる進んでる十分十分こんだけ進めれば悪くないで下行って左何も何もないスペースですねここなんか利用すんのかな下行くしかない もう一個のあれだね。あのチェーンカッターみたいなのがあるな。これは、えっ、ー、と、ロープとか切る方だから欲しいね。ただ、何もできない。外に行けました。左側の外に行きました。これは何だはこれ、違うか。何だこれ。裏庭ですね。ここには草がなぜか茂ってない。使えない。え、なんか使えるよ。あこれじゃないやった とても重いし、あー、電力供給できんじゃん、絶対。発電機用の重し、南蛇紋石を切り取って作られた、密度が高くてとても重い。南蛇紋石って何えぇ、ー、この人じゃん俺が見えなかった人。え、な、こ,この人でしょグレース・モンゴメリーさんでしょおなじみの。<う>足が挟まってる。これ作えるオッケー。知らない人を取得。え相手ム扱いなの 死んでるってこと門に挟まれて死亡した旅人。旅人なのあ、モンス・メンゴリーじゃないんだ。なんだっけモンス・ゴンメリー。心臓が停止してまだ間もないためほんのり温かい。えなんだっけ似てるけど違うんかななんかトグロ兄みたいだけどな。グレース・モンゴメリーでした。失礼。 電力がなないいかから開かないとあーでこれ玄関につながったわけだねオッケー電話はダメでござんすかダメでござんすかじゃあとりあえず重しを置きに行こうか今できることはもうこれしかないやったーさあどの電気を動かすかがめちゃくちゃ重要だと思うんだけどこれさ 置けんのかなやっぱ一番初めにもそれ思っちゃったよねセーブもう333回動いてますああ行かないでーあここでいいのか開けて置いて閉めて <laughs> でここ3回うんどこだっけど,どの階層にいいんだっけ4回って上いって 5階屋上側のこっちは行けなないんだよなさあ行ってらっしゃーい <laughs> あ、見たね。どうでしょうか。あでも誰も死ななかった。あいつはもう死んでた。よし、嬉しそう。やっちまったね。やっちまったー。かーこちゃん救いました四4人目。あまあまあ、これでも見てるもんな申し訳ないな あ,あ、首だけになっちゃったうんであれでも一応あれかあもう一回置いてこれやればあれのまた電力は供給されるのかなてかさっき電力使ったのかなそもそもここで台車じゃない とまだやっぱりよく分かってないなぁ。全然わかってない感じはする。うーん。開けてもいいか。左側はただ寝室みたいな感じだもんね。君はずっといるけど、救える気がしないよ。今回は無理なんだろう。これ、映写機もなこれは使えるよくわかんないけど。スイッチオン。 一応セーブして。はい。えー、えー、電力使ったけど。えー、電力使いましたけど、私。これ、これも閉ざされてる。何を笑っとんねん。えぇ、ー、どういうことなんだろうなどうしたえ、みんな逃げてる。ええあどうした ええーなんでどうした血の雨は君死んだゲームオーバーどういうことなんで何が起きたゲームオーバー。積 <laughs> <laughs> ん,ん、積んでたってことかなぁ。あ、れもまあ一応、そうだよね。救った女の子はいる、救っ、4人救って、あ、待って。1、ん あ、そうだね。あ、出会ってない子か。この三人が逃げれたか。三人逃げただけ俺はだいぶ頑張ったなぁ。なんかあの子の体には爆弾があったってことかなここと、通ここに地雷があったわけじゃないよねおおー、まあ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 、とりあえず、一つの結末にはいけたので、いいと思います。<laughs> よかったよかった。一つの結末にはいけましたねぇ。矢渡の裏目。 相変わらず難しいですね。まあ次はもう少しね一応エンディングには行きたいなとは思いますけどまあ一つの結末には行けたのでやり方はだいたい分かりました。うん まあちょっとね、次回までにいろいろいじって、あ、ここはこうなんだとかね、ちょっともうちょっと発見があってから、録画えー、動画を回しつつっていうね、えヤバタニエやる時のいつものパターンで、えー、完全攻略目指していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。<laughs> すごくね、えー、お話がしにくい、えー、BGM が流れてますが、でもこの音楽すごい好きだなえー、今作もとんでもなく難しくなりそうですね。 难打。